シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。さてさて、もう今年も残すところ1ヶ月を切りましたね。もう街中はクリスマスの飾り付け一色なんじゃないんでしょうか。で、皆さんはお家でクリスマスの飾り付けとかしますか。私はですね、もうすでに11月9日にクリスマスツリーやクリスマス飾りをつけました。なんで11月9日って言いますと、某夢の国のクリスマスイベントが11月9日から始まったからなんですね。やっぱり私的にはその某夢の国で季節感を感じていたので、今はね行けなくなってしまっているんで、家の中だけでもその季節感をね出していきたいなと思いまして、同じスケジュール進行でもうクリスマスもですし、春夏秋と飾り付けをしてまいりました。やっぱりね外のね風を感じて季節感を感じるのもいいんですけれど、お家の中でもその季節の飾りとかあると、またねなんか気分もちょっと華やかだったりとか盛り上がってくるんじゃないかな。個人的にはすごい気持ちが盛り上がるので、ぜひ皆さんも季節の飾り付けお家の中でもぜひやってみてくださいね。それではシークレットベース K ステーションミニミニ第18回、いってみよう。この番組はターゲットの提供でお送りいたします。お話広場。このコーナーでは皆さんからいただいたトークテーマでお話ししていきます。今回はこちらの方からいただきました。隊員ナンバー103番、シークレットネームオミクロンさんからです。ありがとうございます。近藤隊長こんにちは。こんにちは。日頃家事などでお疲れでしょうが、そんな時の気分転換に何をしていますか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、気分転換、まあ家事でも疲れるんですけれども、気分転換も料理を作ることなんですよね。料理作るのが好きなので、そうですね、さらに気分転換にするには、自分が食べたいものを作って気分転換をしています。はい、まあね、ゆっくりあったかいお茶とか飲みながらお菓子とかも食べたりもするのも、まあ、気分転換かなと思ってます。はい、まあね、でもまあ気分転換で、ね、これからねちょっと習慣つけたいなっていうのがストレッチなんですよね。ちょっとね最近腰を痛めてしまいまして、赤ちゃんも結構重くなってきたりとかして、そう痛めてしまったので、整体の方に通っているんですけれども、その整体の先生がストレッチを習慣づけてくださいっていうことで、いろんなストレッチを教えていただいたんですね。ただそのストレッチがラジオ体操をやる前の準備運動のストレッチだよって言われて、もう体が固まっちゃってるんですよね。家の中だけで運動とかもしなくなってしまったので、だからそれが原因で腰にも来てしまっているので、まずはちょっと体のストレッチをして筋肉をほぐしていって、そうするとその腰の痛みだったりとか取れてくるから、ちょっと頑張ってみようねっていうことで、やってくださいって言われてるんです。もう何かをする前に、お茶を飲む前にちょっとだけストレッチ、ご飯を食べる前に
ちょっとだけストレッチ、トイレに行く前にちょっとだけストレッチとか、そういうのを習慣づけてくださいねって言われてるんですけれども、なかなかできないんですよね。まあ、ちょっとなんだろうな、せっかちではないんですけれども、やっぱりその赤ちゃんと生活しているともうなんだろう、ちょっとした時間を詰めていかないとやりたいことが終わらない、終わる前に赤ちゃんが起きたり泣いてしまったりするので、もう今できることは全てやるみたいな感じで、その間にねストレッチを入れるのがなかなかできないので、まあ習慣として気分転換にストレッチをちょこちょこできるようにしていきたいなと思っております。オミクロンさんもぜひちょっとした隙間にストレッチしてみてはいかがですか。皆さんもぜひストレッチ気持ちいいですよ。はい、オミクロンさんありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムプリズムより、ケセラセラスペシャルライブバージョン SLV。 ケセラセラセルセラ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 。お時間です。この番組では皆さんからのメールお待ちしております。普通のお便り、普通お便り、私への質問、皆さんのお悩み相談など何でも何でもいいです、募集しております。メールの宛先は K ステーションの Twitter の DM に送ってください。シークレットにあなたのお便りがシークレットベースに届くので、どしどし送ってくださいね。締め切りは12月の10日となっております。クリスマスや年末年始にかかってくる放送で使わせていただきますので、そこら辺のね、ぜひ来年の抱負だとかもぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。それではここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひサブスクでもお聞きくださいね。よろしくお願いします。そうそう、やっぱりね、寒い時期とか季節の変わり目っていうのが体体調崩しやすい時ですし、ぎっくり腰とかにもなりやすい季節なんですよね。皆さん若いからぎっくり腰なんかならないと思っちゃダメですよ。私もね、最初のぎっくり腰はね24ぐらいでやりました。ぎっくり腰になるとほんと痛い、ほんと動けない。腰ってね、ほんと
当に体の肝心要なので何もできなくなってしまいます。ぜひぎっくり腰などにならないように皆さんもストレッチ一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は体調の近藤かな子でした。またね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。